次、矢沢さんに行こうと思います。なので、矢沢さん、ミュート解除をしていただけますか。では、スポットライトを切り替えます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
矢沢さん、そのポジションをカメラに対しての意識っていうのをもっとゼロにして、その今矢沢さんがいる空間の中でのって感じに、はい、変更してみてください。やっぱりカメラを意識するのと、そうじゃなくて、その空間の中、空間、環境の中でっていうのの意識の違いは、見ててわかる。で、今の感じの方が、さっき、今よりもカメラ意識してた時よりもいいです。なんか落ち着く場所を探してる感じが面白いなと今思ったんで、頭に枕乗せた状態で、お風呂の縁に乗って天井にそのまま枕ごとピタッとつける、頭をつけるみたいなことってできたりしますかね。高さが微妙かな。そうですね。腕いいですね。腕が、つららみたいな感じで、天井から垂れてる。はい、いいですね。
次、原田さんお願いしたいです。まずミュートを解除。では切り替えていきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。今のなんか物の見え方の変化は面白かったです。
原田さん、そのテーブルが、まあ、舞台のようなものだとしたら、そこに乗っかってるもの、それは原田さんの体も含めてですけど、今乗ってる段ボールとかプラスチックケースとか袋とかも、同じ同列等価なもの、だから、ものが、ものも、原田さんと一緒で役者だっていうふうに考える。もしくは、原田さんの体も、舞台に置かれてるもの、舞台美術みたいなものだと考える。で、そのテーブルの上で、等しくなるみたいな感じで、今のモードを僕いいと思います。これすごいいいと思います。今の感じ。はい、いいですね。次は青柳さんにお願いしたいと思います。ここまで見てて、僕が今思ったことは、例えば板橋さんが食器棚、の中のこうカップを触るみたいなことをしてて、で、まあ、つまり、食器棚のこう中入ってるさお皿とか触るって、まあ普通に考えたら人間のその生活の中で あることがしたくってやってるわけ でそれがだんだんそうじゃなくなっていく、つまりコーヒーが飲みたくてカップを取り出したいから食器棚を開けてお皿なりカップ触るっていうのがまあ普通ですよね。でもそこにあるものと自分が等価になるために食器棚のお皿を触るっていうことがまあ我々がやろうとしていることだから、まあ、何を言おうとしているかというと、自分の体をものと、等価にさせるっていう考え方も全然いいんですけど、同じぐらい、何かを自分がする何かのアクション、行為が、の目的が何なのかっていうことが違ってもいいってことです。
その目的が、それを通して、つまり人間都合のものではない。それはコーヒー飲みたいからカップを取るっていうことですけど、人間中心というのは。そうじゃない理由で食器棚をいじってるっていうふうになってるといいんじゃないか。みたいに考えていくのもありかもなと。で、あったのは、しつこいですけど、カメラへ画角を気にしない。はい、そろそろ、切り替えようと思います。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
今膝で作ってる山、その山が子供本棚とか他の棚に囲まれてるこの環境の中に、その山が、なんつうの？そびえてる。だからその膝の山と、この本棚の環境、空間を、関係づけるっていうふうに、モードを変えて、モードを変えるっていうのは、まあ、ポジションがもう変わるかもしれないですけど、見てください。いい感じだと思うので、顔が隠されてなくて僕はいけると思うので、はい、新聞を顔から遮らないで見てもらいます。イオン君にスイッチしていこうと思います。ミュートを解除してください。9、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
いい感じです。部屋に入ってきたときに、まあ、すでにいろんなものがその部屋にはあってっていう状態を、なんかこう大勢で飲み会やってて、もうすでに盛り上がってて、そこに遅れて入ってきた時に、でも他の人たち一つが、まあこれはものなんだけどがはもうすっかりこう出来上がってて、場がもう盛り上がってて、で、そこに、混じっていくっていうか追いついていくっていうか、後から来たけど馴染んでいくっていう風な考え方は面白いかもって今見てて思ったんですけど、で今リオン君はそれはやってる気がするんですね。でそこのグループとはいい感じで今いい感じになったと思うんで、そことは別のもう一グループの方にこうテーブルを移動するっつうか、で同じふうにまた馴染んでいくっていうプロセスをやってみるっていうのをお願いできますか。